2026FIFA ワールドカップは2026年に開催される予定の23回目の FIFA ワールドカップ。当大会より本大会参加国数が2022年大会までの32カ国から48カ国に増加する。開催地については2018年6月13日にロシアのモスクワで開催された第68回 FIFA 総会で カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国の参加国、共同開催が決定した。FIFA ワールドカップ開催国決定は、初期から1974年 W 杯、1978年 W 杯、1982年 W 杯3、大会同時開催国決定までは、FIFA 総会での投票で決定していたが、1986年 W 杯開催国決定以降、 フィファ理事会のフィファ理事投票で決定する方式に変更されていた。その後、2010年12月2日の2018、2022フィファワールドカップ開催地決定投票まで、フィファ理事会のわずか24名のフィファ理事の投票で決まる方式だったため、買収工作も容易だったとの反省から、 2018年6月13日の 2026FIFA フフワールドカップ開催投票から FIFA フフ総会での開催立候補国を除く全加盟協会での投票方式に再び変更された。また、従来の不透明なワールドカップ招致手順を明確化し、各段階で審査プロセス等を公式発表していくとした 2026FIFA フフワールドカップ開催国として 2017年初頭にチリが立候補すると報じられたが、最終的に立候補しなかった。2017年4月8日、カナダメキシコアメリカの3カ国共同開催での立候補が表明され、北、中米カリブ海、サッカー連盟の会合を経て4月10日に正式発表された。2017年5月8日に 2026FIFA、20 ワールドカップの立候補受付が開始された。当初の立候補締め切り日の2017年8月11日に、モロッコが単独開催での立候補を表明した。その後、立候補締め切り日は、同年11月30日まで延長されたが、2つの候補以外の立候補はなかった。2017年11月7日、2026FIFA。 ワールドカップ招致手引き賞 FIFA が発表し、開催立候補国のコンプライアンスや施設面、人権への配慮、コストや収益などを評価すること、そして評価の比重は、スタジアムが35%、交通が13%、チケット収入、商業収入、コストが各10%などとした。ワールドカップ招致活動の明確な禁止事項を定め、買収工作や、 不適切な贈答品や W 杯招致に向けたサッカー振興プロジェクト及び新前試合開催などを禁じた。これまでのワールドカップ同様政府協力保障が必要である。2018年3月16日の開催提案書提出締切日までに両候補の開催提案書が提出された。カナダメキシコアメリカの3カ国共同開催提案書とモロッコの 単独開催提案書を2026年 W 杯開催提案書評価タスクフォースが招致手引書の評価基準のもと評価手順にのっとり評価し問題ないということで両候補を受け付けた2018年4月に評価タスクフォースが両候補を視察し施設とインフラ整備等を調査した5月にモロッコは不備な点があるとして再視察された 評価タスクフォースは5月30日、両候補の事業計画のヒアリング及び質疑応答、31日に両候補のワールドカップ招致委員会のプレゼンを受けた、あと上記の評価基準及び評価手順に則り、2026FIFA ワールドカップ立候補国評価レポートを作成し、6月1日に公表した。評価レポートでは、 最低条件を2点に設定して5点満点で評価。両候補ともに合格ラインを超えたものの、参加国共済側は4点、モロッコ側は2.7点であった。さらに、開催経費や入場券販売、警備などを含めた総合評価は参加国共済側が500点満点中の402.8点で、モロッコ側は274.9点であった。 大会関連施設及びインフラは参加国共済側はすでに運営可能なレベルでモロッコ側は大会関連施設のほとんどが新設で大幅なインフラ整備が必要と記述された。また大会収益は参加国共済側は143億ドルでモロッコ側は72億ドルが見込まれると評価レポートに記述された。なお評価レポート発表時点で 競技開催のための最低限の技術的要件に不合格の場合は FIFA フフ事務局がその候補を除外していた。2026FIFA フフワールドカップ開催国投票は 2018FIFA フフワールドカップ開幕戦前日の2018年6月13日のロシア首都モスクワでの第68回 FIFA フフ総会の13番目の議題として行われる。投票手続きにのっとり、 次のような手順で行われる。最初は、議長の紹介及び評価レポートの報告、提出された両候補の開催提案書の両候補のプレゼンがある。各プレゼンは、最大15分に制限される。プレゼン後、質問など、発言の要請があれば、協議を行う。要請がなければあるいは協議後、投票に入る。立候補国4カ国と、 資格停止のガーナサッカー協会2018年6月8日ニャンタキー同協会会長の汚職事件を受け同日にガーナ政府が同協会に解散命令を下したこれはフィファの禁じる第三者の介入にあたり同協会は資格停止となったを除いた残り206協会での投票となる参加国催かモロッコ単独開催か該当国なしとして 両候補以外の国で招致活動やり直しかを投票する。投票は電子投票で行うことができる。投票しなかった場合は危険となる。最初の投票で両候補のうち危険及び無効票を除く有効投票数の50%以上の票を獲得し最多票を得た側が 2026FIFA ワールドカップ開催国となる。最初の投票で 該当国なしとして、両候補以外の国で、招致活動やり直しが危険及び無効票を除く、有効投票数の50%以上の票を獲得し、最多票を得た場合は、立候補4カ国以外の招致活動を再開する。最初の投票で、3つのいずれも危険及び無効票を除く、有効投票数の50%以上の票を得なかった場合は、 該当国なしで招致活動やり直しの選択は破棄し、参加国共済かモロッコ単独開催のどちらかを2回目の投票で決める。2回目の投票で、危険及び無効票を除く有効投票数の50%以上の票を獲得し、最多票を得た側が開催国となる。ただし、危険及び無効票を除く有効投票数の50%以上の票を 獲得できなかった場合は評価レポートで優れていた側が開催国となる。加盟協会は規模やサッカーの強さに関係なく一票のみ持つ。その協会所属の代表者本人のみに投票権があり、代理人及び手紙による投票はできない。また、フィファリジは人気中は協会の代表者にはなれない。二千十八年六月十三日午前九時から、 開始される第68回 FIFA モスクワ総会は FIFA フフ公式 YouTube チャンネル FIFA 部で生中継された。開催国投票は13番目の議題で、実際の投票は両候補のプレゼン後に午後1時50分から電子投票で行われ、立候補国4カ国と欠席した3協会、棄権した3協会、戦術の通り資格停止のガーナの K11 協会を除く200協会が投票し、3カ国共百三3 4票、モロッコ単独開催に65票、該当国なしで招致活動やり直しに1票で3カ国共催が決定した。投票の内訳も同日、FIFA 公式 HP で公開された。2017年1月10日の FIFA 評議会で正式決定していた48カ国出場も確認された。 2017年5月9日に FIFA 評議会は今大会の大陸連盟別出場枠を以下の通りとすることを発表した。上記の数は開催国枠を含んだ数である。開催国が1カ国の場合は、開催国が所属する大陸連盟の出場枠を上記の数から減らして開催国に与えるが、開催国が複数の場合は、 フィファ評議会が取り扱いを決定するものとした。そのため、カナダ、メキシコ、アメリカの3チームの開催国枠での自動出場はまだ決まっていない。以下の都市が開催地に立候補している。カナダとメキシコは3会場ずつ、アメリカ合衆国は10会場で開催予定。以下の候補地のうち2020から2021年までに10会場に絞られる。 フィファのジャンニー・インファンティーの会長はこの大会から48カ国に出場国を拡大するという構想を持っている。当初、インファンティーの会長は出場国を40チームに増やすと2016年2月に行われたフィファ会長選の公約に掲げていた。具体的には、各大陸予選で最高成績を上げた16カ国がグループリーグからの登場となり、その上で、 残りの32カ国は1試合のプレイオフを行うことを明らかにしているという。その一方で決勝トーナメント進出は16カ国という点では変わりない。これについてインファンティーの会長は現行の32チームが戦うワールドカップは継続するが48チームがこの盛大なパーティーに参加できるということだ。私のアームはサッカーを世界中に発展させるもので、 ワールドカップは単なる競技会ではなく、社会的なイベントになる。来年までにベストな選択をすると話しており、2017年1月の FIFA フフ評議会までに結論を得たい考えを示している。しかし、サッカードイツ代表のヨアヒム・レーブ監督は2016年10月2日に、ドイツ紙のインタビューで、小さな国が大きな大会に出られるという恩恵は理解していると、したが、 サッカーの欧州選手権の出場国を16カ国から24カ国に広げたことを例に挙げて長期的に見て質が低下していることをはっきりさせなければならない。やりすぎてはいけないと否定的な見解を示している。また一部のサッカー関係者からもワールドカップの価値を下げる恐れがあるとして批判が上がっている。その後2016年12月23日に AP 通信が伝えたところによれば、もし、FIFA ワールドカップの参加国数を48に増やした場合、一次リーグを3チーム、それぞれ16のリーグで競い合う形式が最も適しているという報告書をまとめたという。しかし、現在の32チームによる一時リーグの方式でも、競技の質を保つ上では、最良と、この報告書では述べている。また、この報告書では、 この方式が導入された場合 2018FIFA ワールドカップの収入が55億ドルから2割増え利益も6億4000万ドル増えることが試算されているがこれまでの大会方式を財政的な理由として変えるべきではないとも指摘しているこの出場国拡大については2016年10月13日14日に行われる FIFA 評議会で議論されたが このフィファ評議会では決定せず、2017年1月10日、フィファ評議会で正式に現在の32チームから48チームに出場国が拡大されることになった。これは、この大会に参加する国や地域が増え、放送権量の収益が増えることが見込むことができるため、開催国の拡大を行うもので、1チームあたりの試合の数に加え、日程については、 およそ1ヶ月に及ぶ期間を延長しない見通しとなる。今回の開催国の拡大案に関しては、反対する FIFA フフの理事もいたものの、FIFA フフ側が、出場枠の拡大によって収益が増えることなどのメリットを説明したことで、FIFA フフ評議会内の反対する意見は、ほぼなくなっていった。なお、大会方式は48のチームを、1組が3、チームの全16組に分け、 グループリーグを戦い、その後は各グループの上位にチームが決勝トーナメントという流れになる。これにより各チーム最低2試合が確保され、決勝まで進んだチームの試合数は現行の32過酷出場制の場合と同じなので変わらない。開催期間も現行方式とほぼ同じになる見込み。戦術の通り単独開催に加え、 共同開催が正式に許可された今大会から単独開催の場合はこれまで通り開催国枠で自動出場で複数の国の共催の場合は FIFA 評議会で決定となった。したがってカナダメキシコアメリカの開催国枠での自動出場はまだ決まっていない。ありがとうございます。